一号艇は三浦入選手のお話を伺いますよろしくお願いいたしますお願いしますちょっとアクセントがあったレースだったんですがまあとりあえず船券の対象の三着という結果だったんですが、はい、エンジンの感触はどうでしょう試運転と何か実戦で差ありましたかえーっと試運転と特訓はすごい良かったんですけど天、うん、示の時にあれっていう感じでははははちょっと試運転ほど良くなかったかなっていうのはありますそうですか、はい、あのスタートに関してはまずコンマ一ゼロ。この辺はどうですか わはちょっと展示で遅れちゃって。うん、まあ、とりあえず遅らせて、振る出しでいこうと思って、うん。そうですか。はい、あのー、一つうちの平山選手がいいスタートいったんで。一マークってのは、多少こう、迷ったというか、どうしようかなっていう感じがありました。いや、ないですね。そうですか。もう、外行こうと。もう、千かちゃんが多分、スタートで、放ったので。ええ、下がったので、うん、まくりか、まくり出しかなとは思ったんですけど。なるほど。じゃあ、あ、えー、この二層目に向けては、まあ、その辺の、ちょっと調整といいますか。 原因を確かめて望みたいという感じになりますか。そうですね。はい。はい、しかし一枠になりました。はい。そのお気持ちはどうでしょう。う嬉しいです。そうですか。はい、えー。期待が大きくなるところだと思いますけれども、それでは二層目に向けてファンの皆様に意気込みをお願いいたします。はい。えー、明日は、そうですね。しっかりターンしたいですね。はい。逃げたいと。逃げたいですね。はい。期待してます。頑張ってください。